ジャイシングは北インドのラージャスターン地方、アンベール王国の君主、ムガル帝国の政治家、武将でもある。ジャイシング一世とも呼ばれる。彼はヒンドゥー教徒であったが、ムガル帝国の最も有力な武将の一人でもあり、ミールザ・ラージャの称号を与えられた人物であった。フランス人の旅行家、フランソワ・ベルニエは、ヒンドースターン全土にいるラージャのうち、 最も強力で裕福な者の,の一人で、抜け目のなさでも帝国中で、指売りの人物、と語っている。1611年7月15日、ジャイシングは、アンベール王国の一族である、マハーシングの息子として生まれた。ジャイシングは、祖父は皇太子のジャガトシングであり、曾祖父は、アンベール王マーンシングであった。マーンシングはかつて、皇帝、 アクバルの武将として尽力した有能な人物であった。1621年12月13日、王子でアンベール王であったバーウ・シングが死亡した。彼には息子がいなかったため、ジャイ・シングが後を継いだ。マール・ワール王、ガジ・シングと面会する、ジャイ・シング1628年、ジャイ・シングは、デカン総督、ハーン・ジャハン・ローディが反乱を起こした際、 ジャイシングは王国を離れて、その追悼に参加し、最終的に彼を敗北させた。これにより、彼は4000人の司令官となった。1636年、ジャイシングが主導での出勘するターンアサへの遠征が行われ、その帰とにはゴンドワナ地方のゴンド王国を攻撃した。その功績により、彼はさらに5000人の司令官に昇進し、アジュメールの領土も与えられた。 また、ジャイシングは、アジュメール北部にいた強盗などを働くメオ族を破り、その地域を完全に掌握し、王国の領土を広げた。1638年に、サファビー朝の支配下にあった、カンダファールの取りは、その司令官、アリー・マルダーン・ハーンによって、ムガル帝国に引き渡され、その支配下に移った。ジャイシングは、皇帝シャージャ・ハーンの命によって、皇帝の息子、 シャーシュジャーと共にカンドハールの取り出へと送られた。これはサファビー朝への威圧で、さらにはその干渉を防ぐためでもあり、彼はカーブルで5万の強力な軍隊を集めた。この時、ジャイシングはシャージャハーンにより以前に与えられていた彼のソソフマーンシングが皇帝アクバルによって与えられたミールザーラージャの称号を授けられた。後、ジャイシングは 中央アジアのバルフとバダフシャーンの征服に参加し、簡単にこの領土を征服に成功した。だが、この荒涼とした貧困地帯の征服は長く続かな、書か,かず、1647年に撤退した。1649年、サファビー朝のアパース2世がカンダハールを取り戻すと、ジャイシングは再びミコアウラングゼーブと共に、カンダハールへと派遣された。彼は、 軍司令官の一人として戦ったが、大砲と弾薬の不足により奪還に失敗した。1653年、ジャイシングは、ミコ、ダーラー志向とともに再び、カンダ・ハールの奪還に向かった。だが、ダーラー志向には軍事的才能がなく、彼の軍は大きな損害を被った。そして、ダーラー志向の軍勢が同様に失敗したとき、 帝国によるカンダハールの奪回計画は終了した。その後、ダーラー志向は、ジャイシングをあまり快く思わなくなり、マールワールを、ジャスワントシングをひいきし、ジャイシングと同格の六千人の軍司令官に、昇進させ、マハーラージャの称号を与えた。バハジュルプルの、戦いスライマーン志向1657年9月、皇帝シャージャハーンが重病となり、父、ダーラー志向は、 その三人の弟、シャー、アウラングゼーブ、ムラードバフ氏と行為をめぐって争うこととなった。11月、シャーシュジャーがベンガルで即位した後アーグラに向かっているという報告を聞き、ダーラー志向は息子スライマーン志向にジャイシングとディリール・ハーンをつけて、その討伐に向かわせた。このディリール・ハーンという人物はアフガン人であり、帝国の主だった武将であったが、ジャイシングとは、 親友の関係にあり、常にその意向に従うようにしていた。討伐に向かう前、シャージャハーンは、ジャイシングに対して、絶対絶命にならない限りは先端を開かぬこと、アウラングセーブとムラードバフシュの守備不守備を見極めた、暁のために戦力を温存しておくことを命令した。彼も、また、皇族を、ましてや皇帝の息子を手にかける気はなかったのでこれに、了承した。 1658年2月14日、スライマーン志向を率いるダーラー志向の軍勢は、アーグラに向かっていたシャーシュジャーとその軍に遭遇した。スライマーン志向は、決起盛んな若者で、シャーシュジャーもまたアーグラへと急いでおり、ジャイシン軍の力で交戦を阻止するのは、不可能だったため、両軍は交戦状態となった。スライマーン志向は、この戦闘において奮闘し、敵軍は、 混乱状態となり、シャーシュジャーは敗走した。スライマーン志向の軍勢は、数日間の間追撃したが、後に追撃をやめて、アーグラへと引き返した。とはいえ、彼は、シャーシュジャーから大砲を何本か露飼し、この戦いで人々から名声を得ることとなった。スライマーン志向への裏切り6月8日、ダーラー志向は、アウラングゼーブとムラードバフシュの連合軍に、 アーグラフキンのサムウガルで破れ破れ、ラホールへと敗走した。スライマーン志向は、父の敗北を知ると、ジャイシングに、今後どうするべきか、何度も相談を持ちかけた。アウラングゼーブもまた、ダーラー志向が彼の軍の戦力を頼みにするだろうから、ジャイシングとディリール・ハーンに何通りも手紙を送り、彼を捉えて、自分の味方にするように言った。ジャイシングは、 親友のディリール・ハーンに相談した後、スライマーン志向にアウラング・ゼーブから来た手紙を見せ、彼を捕まえるように命じている点に注意した。彼はディリール・ハーンやダーウード・ハーンといった他の将軍らも信用できず、ガルワール王国の首都シュリーナガルに向かうのが最善の策だといい、そこのラージャはアウラング・ゼーブに味方していないから、その地で情勢を見守って好きな時に、 いつでも山を降りればいいと言った。スライマーン志向は今後はジャイシングを当てにできないと悟り、荷物をまとめてシュリーナガルを目指すように命令した。彼を慕う軍人やサイードの多くは彼に付き従い、ついていく準備をする者もいたが、中にはジャイシングについていく者もいた。だが、スライマーン志向が出発した後、ジャイシングはディリールハーンと共に兵を送ってその荷物を襲わせ、 とり分けるピーキンカを積んだゾウ一頭を奪い取った。そのため、彼の軍勢は大混乱に陥り、彼を見捨てて逃げる者もいたが、農民の略奪や追い剥ぎにもあい、何人かが殺害された。その後、ジャイシングは部下を率いてその場を離れ、並大抵ではない速さでアウラングゼーブの元へと向かった。アウラングゼーブへの基準8月、新たな皇帝アウラングゼーブは、 ラホールにいたダーラー志向に追撃をかけ、ムルターンからラホールへと向かう途中、ジャイシング率いるラージプート4、5000名の軍勢と遭遇した。この時、アウラングゼーブは何の知らせも受けていなかったため体操を驚き、ジャイシングがデリー方面にいると思っていたため、まさに不意をつく形となった。また、彼がシャージャハーンを深く慕っているのは知っており、この木に自分を捉え、 シャージャハーンを幽閉から解放するのではないか、心配した。だが、アウラングゼーブは少しも慌てることなく、顔色も変えずにまっすぐ、ジャイシングのところまで行き、近くに来て話しかけた。この時、アウラングゼーブは彼を、ラージェージー、バーバージーと呼び、敬意を書くことなく、話し続け、さらに、ことは、終わりでダーラーはもうダメだ。カズトになってしまった。 ミールバーバーに追わせたが、もう逃げられまい。と言った。それから、アウラングゼーブは、ジャイシングに、自分の首にあった真珠の首飾りをかけ、スライマーン志向の扱いへの感謝を述べ、さらには、ラホールの大衆への任命し、自分の軍勢は、疲れているからできるだけ早く、ラホールへと向かうよう命じた。こうして、ジャイシングはアウラングゼーブに基準し、その忠実な部下となったのであった。 他のラージャとの交渉ジャイシングは帝国の最も有力な武将であっただけではなく、帝国内にいる他のララージャにも顔が利く人物でもあった。一方、スライマーン志向はジャイシングの裏切りに会いながらも祭主を連れて旅を続け、やがてシュリーナガルへと着いた。スライマーン志向はシュリーナガルでラージャの保護を受けながら山を降りる準備をしていた。 1659年3月にアウラングゼーブが父、ダーラー志向にアジメール勝利した後、ジャイシングはシュリーナガルのラージャにスライマーン志向を引き渡すよう何度も手紙を書いていた。だが、シュリーナガルのラージャは戦争になるぞと脅されても、そのような卑劣な行いをするのなら国を失った方がましだ、と返答し、アウラングゼーブはシュリーナガルと先端を開いた。 シュリーナガルの産地は、軍勢が入れるような場所ではなく、帝国軍は、おびただしい公兵を使って、岩山を切り開いたが、岩山だけで進行を防ぐことができるほどだったので、仕方なく引き返した。とはいえ、ダーラー志向とその息子、シッピフル志向が、カッチ王国のラージャの元へと逃げた際、ジャイシングはそのラージャに、彼らを、領土から追い出すように説得し、 彼らは仕方なくその領土を出ざるを得なくした。ダーラー思考の処刑後、ジャイシングはアウラングゼーブの命令でシュリーナガルに手紙を書き交渉し、自身もまた密かに手紙を送った。その上、近隣のラージャたちも買収し、アウラングゼーブの命令で戦争を行うとさえ言った。結局、シュリーナガルのラージャもさすがにその意志がぐらつき、ついに引き渡しに応じてしまい、スライマーン思考は、 デリーに連行された。ジャイシングとシバージーさて、ムガル帝国の高位継承戦争は終結したが、帝国は常に戦争状態にあったことは言うまでもない。1660年頃から、新興勢力であるマラーターの指導者シバージーが、台頭し、ムガル帝国領を荒らすようになった。そして、1664年には、グジャラートの重要都市スーラとを略奪し、多額の金品を奪った。 ジャイシングはその副将ディリール・ハーンなどと共に大軍を伴ってデカンに赴もき、1665年3月3日にプネイに入場し、同月15日にシワージーのいるプランダル城に向かった。ジャイシングはマラーターの奇襲攻撃から味方の被害を少なくするために大軍で行動せず、ビジャープル王国やシワージーと敵対する勢力で包囲網を形成し、 少しずつ追い詰めていった。同月31日から、ムガル帝国軍は、プランダル城を包囲し、大砲や銃で攻撃しつつも、シバージーとジャイシングは、書簡のやり取りをしていた。その間、4月15日に、ディリール・ハーンは、プランダル自覚のバズラガド城を落としている。そして、6月11日にジャイシングは、シバージーに、最後の書簡を渡し、 6月12日から6月13日にかけて、プランダル条約が結ばれ、事実上降伏させた。条約の内容は、シバージーは、ムガル帝国の総主権を認め、12の城塞と1万、ルピーのある土地だけを領有を認められ、ムガル帝国のデカン地方における遠征への参加し、その見返りとして、マンサブが与えられることとなった。ジャイシングは、 デリーの宮廷にいるアウラングーブにこのことを知らせ、9月27日に条約を認める直上が彼のもとに届いた。同年11月、シバージーはラーイガード城を離れ、ジャイシングと共にビジャープル王国への攻撃を行い、12月24日からビジャープル軍と一週間にわたって大規模な戦闘を行った。1666年1月、 ジャイシングは戦闘後、シバージーに宮廷に赴くよう説得し、彼が身の安全を保障すると言ったので、アウラングゼーブと会うこととなった。だが、同年にアーグラに遊兵状態となっていたシバージーが脱走する事件が起きた。その後、息子ラームシングが対立する一派により、その脱走を援助したという権利をかけられてしまう。ジャイシングは息子にかかった権利を晴らす必要が出てきた。 ため、デカン遠征から帰還した。だが、1667年8月28日に、彼はその木と、ブルハーンプルでを没した。ありがとうございます。